今月2日の日曜日、守谷市のつくばエクスプレス守谷駅西口駅前広場で第8回守谷和太鼓フェスタが開催されました。町おこしの一環として毎年4月の第1日曜日に開催されており、今回で8回目を迎える守谷和太鼓フェスタ。今回参加した団体は地元守谷市の和太鼓ユート、ユージュニアをはじめ、茨城県からは4団体が参加、そしてお隣千葉県から我孫子市のつくしの麒麟太鼓をはじめ2団体、合わせて6団体が参加しました。会場では6団体それぞれがパフォーマンスを披露し、会場を盛り上げていました。日本古来の楽器として慣れ親しんだ音色であり、年齢に問わず参加でき、団結力が深まる、それが和太鼓の魅力だと関係者は語っていました。来場者は各団体の迫力満点のパフォーマンスや太鼓の音色に魅了されていました。年々やはりお客さんも増えてきて、出てくださる団体も楽しく、とにかく楽しくっていうことを、目指してやっていますので、微笑ましくね、やりたいと、これからもやりたいと思っています。